さん、こんにちは。ダーマ君は県内市内育児どんどん行きたいと思います。ママ友たちに情報収集のためもママ友がたくさん作るもそうです。あ、ダメですけども、尊敬行事の時挨拶するだけで OK です。先生とのコミュニケーション、確かに先生を気を使うことが大事です。素の自分を見せることも大事です。きっとぎっこは確かにね、よくあるかもしれませんが、家族計画を大切にします。確かにあれこれ口出す人もいますが、女の子の場合別人格、成長大事です。男は女の子に比べて発達が遅いことをしましょう。男はならではの可愛さを楽しむ教育方針は確かに分かりますけど、大人だっても OK です。あとはまあ教育の話、あと不登校はちょっと怖いです。受け止めが大事。あとはまあ夫婦関係、あと休息、確かにフルでいきますが休みをする勇気は大事。メンタルも確かに、お母さんも家族の太陽です。はい、機嫌悪い時があってもいいんです。偉大な親、あとは精一杯、やはり家族というか子育ては本当に大事だなって、私本当に勉強になりました。独身の私がですがね。はい、というわけで以上です。バイバイ。